こんにちは今回は数学3の逆関数の解説をしていきます。まず129番から見ていきましょう。はいえー、次の関数の中で定義域全体において1対1の関数であるものはどれかなんですが、えー、まあ1対1の関数っていうのは、まあ、あの出力の値、適当に選んだ出力の値に対する 対応すする入力値が必ずつつ以下ししか存在なないっていとうことなんですねまあだから入力と出力がこうあった時にですよまあ,あ,のある出力の値に対応する入力値がまあ1つだけのような場合です。これが全ての出力に対して成り立つ場合1対1対応しているといいますま。そうじゃない関数っていうのは2つの異なる入力値が同じ出力を持つような場合です。 今回の問題では、それを数式計算で説明するというよりは、グラフで解説したいと思います。まず最初の関数はですね、fx イコール x の2乗プラス1。これのグラフなんですけども、y イコール x の2乗プラス1というのは鉱物線であり、 頂点が 0, のこんななグラフになりますでこのグラフからこの関数が1対1ではないというふうに説明できます。まあ、どうしてかというとですね、これはあの例えばある出力、まあ、例えば10に対応する入力値が2種類あるからです。まあ、このようにですね、要するに特定の y の値に対応する入力値が 複数数存在すする場合その関数はは対1対応ででないですこれをアメリカの教材ではですね、ホリザンタルラインテストって呼んでまして、ホリザンタルラインテストね。与えられた関数が1対1かどうかの判定に使います。 こう横線を引いたときに2箇所で交わるところがある場合、その関数は1対1対応ではありません。逆に、どこでホリゾンタルラインを引いても1対、あの1箇所でしか交わらなければ、その関数は1対1対応であると言います。なので、これはあのノーですね。not one to one というふうになります。2番目。fx イコール x の3乗。 この3乗のグラフは数2の後半のね、微積のところでちょっと登場してるんだけども、これは原点でね、こんな風に一度傾きが0になってから交互に行くグラフです。はい。これはこう横線を引いてみるとわかる通り、どこで引いても、それに交わるところは1箇所だけなんで、これはグラフから121ファンクションであるということがわかります。これは121です。 はい。続いて3番。fx イコールログのベース2の x。これも対数関数の基本形であり、えっ、ー、と、ベースが1より大きいから増加していくグラフ。単調増加ですね。これ1カンマ0を通る、こういう単調増加のグラフなので、これもワントワンファンクションになります、ね。要するに3乗とかね、ログとかこう、 単調増加だったら、ワントワンファンクションです。括弧コ4 F x。fx イコール sinx。これはそのアップダウンのあるやつですよね。これはアップダウンのあるやつで、こう、s 字がこういっぱいこう出てくるわけですけども、この関数は、定義域をマイナス無限からプラス無限にした場合は、 まあ横線と何回も交わるところがあるので、まあ、これはワンツーワンファンクションではありません。これは not ワンツーワンです。はい。過去、y イコール x の絶対値。はい、これももう放物線と同じであり、横線と交わるところが複数あるところがあるんでね。 これもノットワントゥワンです、ね。最後に指数関数、えー、fx イコール3のマイナス x 乗ですけどもこれはあの3分の1の x 乗と見てもいい。指数関数でベースが1より小さいタイプなので、えー、右下がりのグラフですけどもまあ右上がりだろうが右下がりだろうが まあ単調増加だろうがね、単調減少だろうが、横線と交わるところは常に1箇所なので、これは1ワ1となります。ワント1ワンね、ワン t 1ワンね。1ワンです。はい。ということで、グラフをね押さえていれば比較的優しい問題となります。はい、では続いてですね、130番に行きます。 130番は与えられた関数の逆関数を求めようということで、よよまず逆関数あるのかよって話なんですけど、えー、y イコールマイナス 3x プラス4っていうのは、グラフにしてみると、y 切片が4で傾きがマイナスの単調減少関数だから、これはワントゥワンファンクションなので逆関数を持ちます。その逆関数っていうのはどうやって求めるかっていうと、 逆の関数っていうのはですね、入力と出力を入れ替えたものです。入力と出力を入れ替えたもの。だから、これのまず逆の関係式を出すと、その入力と出力を入れ替えるっていうのは、x と y を入れ替えるだけなんですよ。入力と出力が入れ替わるので、x イコールマイナス 3y 足す4。これを y について解き直したものが、 逆関数の形とな,りますなので 3y イコールマイナス x プラス4で y イコール3分のマイナス x プラス4これが逆関数の式になります合ってるかどうかの点検としてですねこの入力と出力の関係を xy のテーブルで確認してみたいと思います 元の式においては、これ元のね、元の式においては、x が0のとき、y は4であり、x が1のとき、y は1。x が例えば7のときは,は、y はマイナス、えっと、17。とかですよね。マイナス十七。これが逆の関数では、入力と出力を入れ替えているので、4を代入すると0になる。1を代入すると1になる。 マイナス17入れると7になるというふうな感じになっているので、ああ確かにこれは逆関数だなという点検をすることができます。括弧コ2を見てみましょう。括弧コ2は y イコール2分の 1x 足す5。ただし、x の変域はマイナス1から5となっています。これも、x と y を入れ替えれば、 良いのですが、はい、まずグラフを見てみましょう。まあちょっと、y 軸っていうのはちょっと無視してね。意味としてはこれ、マイナス1から5まで増加するグラフなんですね。直線ですからね。で、x がマイナス1の時は、y は4.5であり、x が5の時は2.5たす5で7.5。はい、こういうふうな、ね、単調増加関数だから、逆関数を持ちます。 これの逆を求めたいのですが、これの逆は、x イコール1 2分の 1y プラス5となります。で、それの定義域をね、表す必要があるんですけども、その定義域っていうのは、x の変域、逆のね、x の変域っていうのは、元の関数の地域になってるんですね。 だから、これは元の数式に書いてないけども、隠れたね、性質として、元の y の変域は4.5から7.5っていうのをまず見つける必要があります。これの x と y が入れ替わったので、この逆関数の定義域は、この逆関数の定義域は、x が7.5から4.5の間ということになります。これを y イコールについて解くと、 えそうですね。えー、y イコール 2x 引く10かな。2x 引く10です。で、x に代入できるのは2分の9から2分の15までという制限付きです。ね。この範囲もね、しっかり考える必要があるってことを押さえておきましょう。まあ、確認としてなんですけども、 まああのどちらにしろね、ラインの逆関数もライン直線なんですけども、元の式ではマイナス1を入れると4.5。だから逆の式は4.5入れるとマイナス1。元の式では5を代入すると7.5。逆の式は7.5入れるとまあ5になると。あと、そうですね、2とか入れて、2入れると6。6入れると2。間違いないかなといったところです。はい、続いて。 えー、3今度は、まあ、最近習ったばかりである分数関数です。反比例の、ね、式ですね。まあ、あの平行移動してるからあれですけども、あの反比例のグラフ、直角双曲線のグラフです。これはどんなグラフだったか、そもそもこれ1ワ1なのかっていうと、はい、これは縦の前近線が x イコール1のところにあり、横の前近線が、えーまあ、y イコール2のところにあります。 で、えー、っと、y 切片、x が0の時の y はマイナス3であり、えー、まあ、っていうところだよね、えー、っと、x 切片がマイナス1.5。まあ、だから、こんなグラフなんですけど、別にグラフ書く問題じゃないので、そんな正確に書く必要はないです。はい。まあ、見てわかるのは、このグラフ、ずっと落ちる一方、一度途切れてまた落ちる一方なんだけども、こう、横線を引いてみるとね、交わるところが、 1>, 1回なんですよ。2回で交わるとこ1箇所もないので、これは逆関数持ちます。はい。ということで、これの逆は、x と y を入れ替えた式になるので、x イコール 2y プラス3割る y-1 です。これを、まあ、あの逆の式における出力イコールの式に直したいから、y イコールについて解きます。まずは分母を払って、 両辺に y-1 をかけてこうするよ、ね、で、これはちょっと x と y 混ざってる式ですけども、y について解く。y について見ると、一次方程式です。だから、その y が入っている部分とそうじゃない部分を分けて、これが同理移行ですから、左側でまとめると、x、x2×y。Y まあ、その他のゴミはですね、右に移行して x+3 と。 で、両辺を x-2 で割ります。x-2 って0になる心配あるのっつったらないです。なぜなら、ここの x っていうのは元の式でいう y であって、y の値は決して2にならないので、これは0ではないから、両辺を x-2 で割れます。ということで、逆関数の式はね、こういうふうになりますが、えー、どうでしょう、合ってますかね。 これの式見てみると、x 切片がマイナス3、y 切片がマイナス2分の3であって、全部逆になっていることが確認できると思います。縦の前近線は x イコール2、横の前近線は y イコール1であって、全部ね、元のやつと x とは入れ替わったことが確認できるでしょう。はい。では最後に括弧4ですが、これも分数関数です。y イコール x 分2たす1、その代わり、 条件がついてて、x はプラスとなってます。これは上に位置ずらした、反比例のグラフですけども、x がプラスの側にしかグラフが存在しないので、まあ、こういうふうになります。こちら側が存在しません。はい。これはまあさっきと同じで逆は存在します。 これまでに習った分数関数は全部逆が存在しますね。この逆は、x は 2÷y 足す1です。ただし、定義域も変わります。この x が0より大きいだったとき、y の範囲域はこっから先なので、y は1より大きいすべてになってます。だから、その逆の関係式では、えっと、 x が1より大きいになります。範囲も入れ替わるからね。だから y は0より大きく、x は1より大きくい,、はい。これを y について解くと、x-1 イコール2割る y にしちゃって、y イコール x-1 分の2となります。定義域は1より大きい数字のみです。はい。 では続いて131番に行きます。えー、関数 fx イコール ax プラス1割る 2x プラス b があり、これの逆関数を gx とすると。んー。 まあこの関数、逆関数存在するのかっていう <laughs>、まずそこの疑問はまあ,あるんですけども、まあ、逆が存在するということだよね、うんあの。A と B の値の取り方によっては逆が存在しないわけですけども、まあ、逆が存在して GX としますと。で、与えられている条件は F の2が9であり、G の1がマイナス2であると。この条件を満たすとき、定数 AB の値を求めなさいということなんですが、 これ、逆がね、逆の式に1入れるとマイナスになるって言ってるから、じゃあ、ここから逆関数の式、さっきの問題みたいに求めなきゃいけないのかっていうと、まあ、その必要はないです。なぜならば、ここで言ってることは、次のことだからです。F のね、関係式、x が2のとき、y が9になるっていうのが最初の条件なんですけど、2つ目の条件が言ってることは、えー、y、あの、1入れると、 あマイナス2になると元のテーブルで考えるとこういうことなんですね。だからこの式ってあ、それって要するに F の方にマイナス2入れたらその出力が1だよねってことなんですよ。ね、元の入力と出力入れ替えたのが逆関数ですから元の逆関数に1入れたらマイナス2が出るってことはこういうねあの F, と F がこうなら G はこういくわけで G で1入れるとマイナス2出るよってことは 元の関数にマイナスに入れると1が出るよということなんですよ。ってことは、F のマイナスには1であるというふうに呼びかえても全然いいんですね。もしあの合成関数をしっかり理解している場合は、この与えられた式の両辺の値を F に入力するということを行います。でそうすると、F と G が互いに逆関数の場合は、 入れたものがそのまま出てくるため、まあ、こういう式が得られます。合成関数については、まあ、これが次のセクションの内容になるので、ここでは深入りはしません。はい、ということであ、じゃあこの式に2入れたら9で、マイナスに入れたら1ということで、連立を立てればいいんだなと。はい、で2を入れると2、2a たす1割る4たす b。これが9になればいい。 マイナス2を入れると、マイナス 2a たす1、割るマイナス4たす b が、えー、っと、1になれば良いということです。この連立を解きましょう。まあ、分母を払って、2a たす1イコール 9b たす36。分母を払って、マイナス 2a たす1イコール b ひく4。 まあ、これだったら加減法で A をね、上と下、上と下足しちゃって、加減法で2イコール 10B 足す32。ですから、B イコールマイナス3、A イコール、んと、27、9、8、4かなですかね。えと、9割る1は9。マイナス7割るマイナス7は1。うん、そうですね。 ということで、a イコール4、b イコールマイナス3となります。逆関数求めなくていいんですね、これはね。はい、では続いて132番に行きます。えー、次の関数のグラフを書け、またその逆関数を求め、そのグラフを同じ座標平面上に書けということですが、えー、まずは元の関数は、y イコール2の x マイナス2乗。これのグラフ自体は、 数2の指数関数のところで出てきており、えー、基本のグラフを右にずらしたものだから、まあ、2代入したら1、3を代入すると2、1を代入すると2分の1。で、まあ、x マイナスでどんどんやっていくと y の値はどんどん0に近づく。まあ、こういうグラフですね。はい。では、 この逆関数を求めます。逆関数を求めるには、x と y を入れ替えればいいので、x イコール2の y マイナス2乗となります。ここで、元の式の y はプラスの値しか取れないので、今回は x はプラスだけになります。この式、両辺ともプラスの値ですから、 両辺のログを取ることができますログを取って y について解くと、えー、ログのベース2の x イコール y 2です。よって y は2プラスログのベース2の x。定義域はプラスの値のみですけども、まあ、この式見れば普通に考えたらプラスの値しか入れられないので、まあ、これはわざわざね、言及しなくても大丈夫です。はい、これが逆のグラフになります。 まあそれをね、同じ座標平面上にグラフを書けということなんだけど、このグラフをですね、かくと、ログのね、こう、右上がりのグラフを上に2ずらしたものですよね。だから1入れると0、0たす2で、1カンマ2。2を入れると2、2たす 1, で,1で、1、3。で、2分の1入れると、1。こんなグラフになります。はい。 まあどこでこの2つ交わるのかな ?4 のとこで交わるのかな ?4 入れるとどちらも4になるね。また今回はちょっとうまい具合にきれいな点4カンマ4を通ってます。今書いた元のグラフとその逆関数のグラフは、えー、この直線 y イコール x について対象になってます。まあ、ここの点はちょっとどこだかわかんないけども まあこのようにですね、対象になります。一般的に、あの、x と y を入れ替えてできる式のグラフっていうのは、入れ替える前のグラフと直線 y イコール x について対象になります。だから、あの、もし元の関数が逆関数を持っているならば、その逆関数のグラフっていうのは、元のグラフを直線 y イコール x についてひっくり返したものになります。括弧には、まあ、今ね、 カッコ1でやった指数の逆はログだったわけですけども、カッコ2はログの逆は指数です。y イコールログのベース2分の1の x プラス1。まあ、ログのおさらいということで、まあ、書いてみましょう。これの定義域は、x がマイナス1よりも上です。で、まあ、ロの中身が0のときが0で、 中身が1のときがログの2分の1の2がマイナス1。中身が x が3のときはマイナス2乗だよね。はい。というね、こういうグラフになります。あのベースが1より小さいんでね、あの天国からピューって落ちてくるグラフでなります。はい。これの逆を出してみましょう。 これの逆は、x と y を入れ替えればよいので、x イコールログのベース2分の1の y たす1です。ログを外しましょう。ログの性質から、これは2分の1の x 乗イコール y たす1。1をどかして、y イコール2分の1の x 乗1。これが逆関数になります。そのグラフは、 指数関数のね、あのこう水平線からピューって行くやつを、ね、こう下に1下げていくものになるので、えー、っとこ,うここがね、横の前勤線がここになりまして、であとは0乗すると1-1で0、えー、1うん、まあそうですね、マイナス1入れると1、マイナス2を入れると3。 という、あの着地していくグラフだったらね。ベースが1より小さいんで、減少関数で、こんなグラフになります。はい、0、0を通り、この前近線に沿っていくと。はい。さっきと同じようにですね、これ、直線 y イコール x について、やっぱり対象になります。だから、交わっているところがね、ちょうど y イコール x 上にあるんですよね。はい。では、 えと次、133番にいきます。133番。ビデオがついてないことに今気づきましたね。な <laughs> んでだろう。はい。もう一回いきます。133番、えー。fx イコール2分の10の x 乗マイナス10のマイナス x 乗の逆関数を求めたいと。 今回のこの式はですね、ちょっと X が2箇所にあって、基本のグラフではないので、ちょっとグラフでね、本当にこいつ逆関数持つのかよって確認するのは少々難しいそうです。とりあえず逆が、ね、あるかどうかちょっとわかんないんですけども、えー、FX を Y と置いて、これを X について解きます。まあ、X と Y 入れ替えて、まあ、あ X について解くわけです。まああの y ん y について解くわけですけども、ちょっと関数かどうかちょっとわからないので、まず x について解くということをやっていきます。今回は x が2箇所にあって、少々ね、手ごわい。手ごわいんですけども、少々ね、手ごわいので、置き換えて見てみましょう。ちょっと t イコール10の x 乗とします。そうすると、これは y イコール t 引く t の逆数割る2です。 両辺を 2t 倍してみると、2ty イコール、2倍してね、t 倍するから t の2乗引く1となり、t についての二次式になります。二次式だったら、少々ね、複雑になったとしても、解の公式で処理できるので、このように書き直してみましょう。で、 t について解くので、まあ、解の公式か、まあ、平方完成ですね。今回はここが偶数なので、平方完成でやっていきたいと思います。半分の2乗を引いて、まあ、こうなります。で、えっと、y の2乗を引く1を移行してですね、てか、解の公式の方が早いかもしれませんけど、まあ、とりあえずこうなります。 ここでプラスマイナスが出てくるよね。だから、その t の値は2種類考えられそうですが、とりあえずプラスマイナスのルートを取りまして、y を移行すると、y プラスマイナスルート y の2乗足す1イコール t となります。ここで、あのー、ちょっと待てよと。t の値って、 10の x 乗だから、これで x に戻すとですね、10の x 乗イコール y プラスマイナスルート y の2乗足す1です。で、プラスマイナスってあるってことは、x が一つに定まらない、まあ、その場合、逆関数ないじゃんっていうことになるんですが、ここの式って y よりも大きい数字になります。この数字って y より大きいんだよね。あのルートの中足す1してるんでね、y より大きいので、 もしこれが低だった場合、ね、y-√y2 乗足す1って値がマイナスになります。なので、10の x 乗がマイナスになるってことはありえないんですよ。10の x 乗って絶対0より大きい数字なんで。で、あるから、まあ、今回はちょっと不適なんですね。10の x 乗がマイナスになることはないので、まあ、だから10の x 乗は y 足す ルート y の2乗足す1以外考えられないと。これを x について解くと、x イコールログのベース10の y 足すルート y2 乗足す1となります。はい。ということで、あの、めでたく x イコールにただ一つのね、x の値が出ることが確認できたので、よって、この逆関数は、逆は逆関数は、 y イコールログのベース10の x 足すルート x の2乗足す1となります。はい。まあ少々難しい問題でしたね。はい、では次行きましょう。134番。分数関数 fx イコール ax プラス b 割る cx 低い a の逆関数は fx に等しいことを示せと。ということで、まあ、これのね、逆を考えればいいんだよね。まあ、これの逆を考えてみるわけですが、えー、まあ、fx を y と置いて、x イコールについてまあ解いてみましょう。まあ、これのね、逆関数をまあ出しましょう。 うん、まあちょっとね、あの、ABCA の値によっては、逆関数ちょっと本当にあるのかってね、ていうふうになるんですけど、まあ逆関数があるとしてね、まあこれの逆は、X イコール AY-B 割る CY-A です。これを Y イコールについて解きます。まずは分母を払い、 y について解くので、一次方程式を解きます。左辺展開、えー。y がくっついている重要なやつを左側でまとめて、まあ、そのため、ゴミを右側に送り、cx 引く a。cx 引く a, a は、えーまあ、元の式で x はですね、c 分の a にはならないから、これは0にならないので、 安心してこの数式で割ります。はい。よって逆関数の式は Cx-A 分の Ax-B となり、まあこれって元の式と一致しませんね。なんでだあー足すっていう記号が抜けてるな。ここで抜けましたね。ここが足すなので、これ足すですね。 足す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 だから元の式と一致します。はい。では、まあ今のを踏まえて135番を見てみると134番の形になっていれば逆関数が元と一致するので いや、A の値マイナス1じゃないって思っちゃいますけど、まあ、135番やりは、うん、まあ、解説はしないな、飛ばすな。136番いきます。はい、136番。関数 y イコール 4x 足す3割るマイナス x 足す2の逆が、 なんちゃらであるとき、abc の値を求めなさいということですね。まあ、y イコール、4x たす3割る、マイナス x たす2の逆関数が y、y イコール、ax プラス b 割る x、x たす c であると。まあ、いろんな方法が考えられますが、まあ、 この元の式の逆を取ってみて、この式と比較すれば良さそうですね。別の方法としてはですね、まあ、あの次のセクションの内容になりますけども、これを合成させて考えてみる。与えられた関数がですね、F の逆が GX だとするならば、それは要するに、F と G を合成させると、 入力値がそのまま出力で出てくるというね、こういう口頭変換になりますよってことなんですよ。だからまあ、これとこれを合成させてみて、条、ま、件、あ、を満たす式をね、口頭式になりますけど、ABC を見つけるっていうことも考えられます。まあ、ここではとりあえずね、あのこの式をですね、まあ、逆を出しましょう。はい。 ということで、これの逆は、x イコール 4y 足す3、丸、マイナス y 足す2です。えー、両,辺に両辺に分母を取っ払って、このようになります。で、こうなるから、y イコール x 足す4分の 2x-3 くとなります。 ということで、この式とこの式が完全に一致すれば良いので、まあ、まあ、a イコール2、b イコールマイナス3、まあ、c イコール4かな、ということになります。まあ、パッと見わかる問題だったからあれなんですけども、まあ、ちょっとそれを嫌う場合はですね、あるいはそれが難しい場合は、これが高等式。分数のね、高等式ですね。 これが高等式となるような定数 ABC を求めよう。なので、両辺の分母を払って、多項式の形にしてから、係数比較や数値代入法で、多項式の高等式をね、証明する流れで持っていきましょう。そうすると、AX の2乗足す、括弧 4A 足す B、えー、X プラス 4B。 イコール 2x の2乗プラス 2c-3x-3c。だから、左辺にあるものを全部右辺に持っていくと、a、a-2x の2乗でまずまとめて、次に 4a-b-2c-3x プラス 4b-3c イコール0っていうね、これが高等式。これが高等式だから、 全ての係数が0になる必要があるので、まあ、a く2イコール0、4 a す b く2 c す3イコール0、で4 b す3 c イコール0と。ってことは、a イコール2っていうのはすぐに分かり、まあ、それをここに代入して、b と c の連立形を持っていくと b、b く2 c がス1 1 で、4b 足す 3c が0と。この2つを bc について解いてみると、うんと、8の 11b、11b イコール、11b イコール、うーんマイナス33だから、b イコールマイナス3となり、えー、そこから c イコール4が出てきますね。 なので、a イコール2、b イコールマイナス3、c イコール4となり、まあ、先ほどのね、先ほどパッと見て、いやいやいや、abc わかるだろっていう、まあ、思った通りの結論がまあ出てきます。はい、それでは最後になります。137番、今度は再び指数と対数です。えー、y イコール2の x 上足す a のグラフと、 y イコールログのベース b の x 引く1のグラフが直線 y イコール x に関して対称であるとき、関して対称であるときって書いてあります。対称である。まあ、ってことはですね、いや、あのお互いにこいつらは逆関数になってるんですねということになります。はい。なので、まあ、どっちかはどっちかの逆を取ってみましょう。 うん、まあ、ということでですね、まああの、ログが嫌なんで、これの逆を取ってみたいと思います。これの逆が、逆,逆がこれと一致すればいいんですよね。だから、この式の逆がこの式になると。で、この逆っていうのは、えー、この逆っていうのは x とは入れ替えるから、x イコール、 ログのベース B の y-1 となりまして、y について解けばいいから、B の x 乗イコール y-1。すなわち、y イコール B の x 乗足す1です。はい。ということで、B の x 乗足す1と2、2の x 乗足達 A が必ず一致する。これが、恒等式になります。 方程式ということは、まあ、何を代入しても成り立つということなので、えーまああのまあ、この式見たら、ねまあ、A イコール 1B イコール2かなってことは分かるんですけど他にも答えがあるかもしれないなので適当に、ね、数値代入してまずねあのどういう条件を満たしているかを考えていきましょう数値代入でいくと、えー、X が0の時、えーまあ、あの1たす1イコール1たす A となるので A イコール1 A イコール1しか考えられないってことです。他の解なしってことです。はい。ということで、A, A イコール1ってことは、うんまああの、B の X 乗イコール2の X 乗以外考えられないんですね。で、これは、あの指数関数同士が完全に一致するってことは、もうベースが1、3がありません。うん、ていうか、あの、X が1のときを考えてみると、まあ、B イコール2ですからね。もうこれ以外考えられないってことです。はい。で、実際に、 逆に、数値代入だから逆を調べますけど、逆に a イコール1、b イコール2のとき、これは、これは、まあ確かに、あの、恒等式になっていると。まあ常に成り立つと。はい。よって、問題の答えは a イコール1、b イコール2です。はい。今回の解説はここまでとなります。